ご苦労さん。あかんやろ。お前、早く来てんの。よいしょ。もう、あの、もろたやん。もろたが出なかったやん。やばい。すぐやばい。もう、座り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 。また変わる。あ、すいません。ここ来て。いやいや、もう、ここ来て。何よ。
いいです。I don't know.
付が非常に混雑をいたしておりまして、帝国過ぎておりますが、もうしばらく、もうしばらくお待ち合わせいただいております。よろしくお願いします。いただきます。
待たせいたしました、本当にたくさんの方々3時のおやつの時間にかかりませずお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また受付にですねたくさんの方お並びいただきましてちょっともう入れない方もいらっしゃるぐらいお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。感謝申し上げます。市長選挙が始まります。合わせてこの南区では市議会議員の補欠選挙も行われます。市長選挙は9月の15日から市議会の補欠選挙は9月の20日の金曜日から始まりの日は違いますが投票日は9月の29日日曜日でございます。今日は大阪維新のタウンミーティングということで皆様方に維新の考え方十分にお知らせいただいてそして皆様方からも負担のないご意見をしっかりといただきたいそんなタウンミーティングにしてまいりたいと考えております。本日の総合司会私は大阪府議会へとお送りいただいております。三木博明でございます。最後までしっかりとよろしくお願いします。南区は今までチームで活動してまいりました。西林勝利氏、堺市議会議員としてそして同じく堺市議会議員として三宅達也、私が大阪府議会3人のチームでこれまで南区の皆様の声を堺の市政そして大阪府政へと届けてまいりました。それでは開会のご挨拶をチームの一員でもあります堺市議会議員三宅達也より申し上げます。まず冒頭でございます。本当にたくさんの方お集まりいただき運営上の不備お詫び申し上げます。申し訳ございません。過去としてはこの都会の文化会館が一番大きいまた石林勝利氏の生まれ故郷非常に近いそういったことでこの都会文化会館を選ばせていただきました。また都会三木田の駅光明池泉ヶ丘でたびたび代表松井一郎街頭演説するとき長時間にわたって皆様を立たせてなかなかじっくりご高齢の方足の悪い方話を聞くことができなかった今日箱に入ってじっくりと話を聞いていただきたいという思いでこのタウンミーティングを設営しましたがあふれるばかりの皆さんにご参集賜りましたこと誠にありがとうございます。今日も、小宮家の駅で議員集まりまして、タウンミーティングのご案内するとき、相手方スタッフから水をかけられるなど、さまざまな妨害工作がされております。でも、そんなんではくじけない皆さんの熱い熱いご支援が今日感じられました。どうか最終最後、私たちは挑戦し続けます。これからも、これから終わっても挑戦し続けます。どうか最終最後、石林勝利、そして、この後登場する、的場慎一に、政治大臣になるご支援、お願い申し上げます。ありがとうございます。水をかけられたのは、私も知りませんでした。今、初めて知りました。南区のチームに、新たな一員が加わりました。新たに南区の皆様との声を堺の市議会へとお届けをするチャレンジをいたします。堺市南区の市政対策委員ここで皆様方に新たなメンバーをご紹介をしたいと思います。的場慎一でございます。皆さんこんにちは。私的場慎一と申します。新たな挑戦をこの南区から街づくりのために挑戦していきたい元気いっぱい突然飛び出してまいりまして、南区の新たなメンバーとして頑張っていきたいこのように思っております。私たちが住むこの南区15万人の人が住んでいます。15万人ちょっと数字だけではイメージできませんけれども近隣の堺市市泉大津市人口合計いたしまして13万人足しません。我々南区だけで15万人も住んでいます。そして大阪中心部の経済の活動それをすっかり補うこのベッドタウン全国ニュータウンであります。我々南区の思いは本当に実現に向けて動き出さないといけないそういった時が近づいてまいりました。
我々が暮らすこの南区、鉄道は一本だけございます。仙北高速鉄道、この料金であるとか利便性の向上、これは南区ずっと昔から、言ってきたことでありまして、いよいよ大阪府、この民営化動き出していただいておりますが、堺市としても独自のしっかりとした行政案、それで支えていかなければならないと思います。本気で堺市もこの問題に取り組んでいただきたいと思っています。動きのある仙北高速鉄道の料金利便性の問題、そしてニュータウン、私も三原台ニュータウン暮らしております。空き家がなんていうんですね、空き家がどんどん出てきている状態でもあります。この活性、やはり堺市一市だけでできることではありません。やはり大阪府であるとかしっかりと連携を取ってやっていかなければならない。しかしこの堺市としてどういったビジョンで仙北ニュータウン活性化していくのか、そのプラットフォームの役割をしっかり担って調整していく、そういった姿勢、堺市の姿勢大事でありまして、これも動き出していかないといけないと思っております。それと中学校の給食の問題であります。なかなかご存じない方も多いんですけれども、小学校は給食、中学校は給食がございません。ランチサポートという言葉があります。サポート、なんかこうなんていうんですかね、馴染みが私ないんですけれども、働くお母さんのサポートだということでやっております。給食はいらんというこういう現在の姿勢でありますが、これそういうなんていうんですかね、恩着せがましい話ではなくて、やはり給食というのは教育の一環であると私も思っております。義務教育のあるべき姿のワンシーンが給食であります。皆さん同じ釜の飯を食うという言葉があります。一つの学校という集団生活を学ぶ学び屋で、みんなで同じメニュー、同じ時間、みんなで協力し合って配膳し食べる、これは義務教育の一環であります。ですので中学校の給食すぐにでもやらないといけない、動き出さなくてはいけない、このように思っております。そういった動きのある堺市、我々の南区、動きのある南区、そして堺が動きのある堺、そして大阪の発展へと輝ける、はっきりくっきりと輝いていく南区堺市、そういったものに向けて私も動き出したいと思っております。本日は的場真一と私申します。お名前だけでも覚えて帰っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。的場真一と申します。よろしくお願いします。それでは早速ディスカッションへと移らせていただきます。本日は大きく3つのテーマで進めてまいりたいと考えています。まずは維新の改革と堺の現状、それから堺における大阪都構想、最後にこの南区の南区ビジョン、こういった3つの大きなテーマに分けましてディスカッションを進めてまいります。それではパネラーをご紹介いたします。大阪維新の会、私たちのチームのリーダー格であります副幹事長西林勝俊でございます。大阪維新の会副代表、衆議院議員の馬場伸之でございます。幹事長松井一郎でございます。大変お待たせをいたしました。大阪市の会代表橋本徹でございます。マイクを渡したいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。いやー、ほんとすいません、これだけの方お入りいただいてそこ抜けませんかね。危ないですね、本当皆さん、せっかく来ていただいたのに立っていただいたり、まだ外でももう人が溢れてまして、今日は私が座ってやる予定だったんですけど、我々の人ももう外に持ってきましたんで、
外で、まあ、座っていただいたり、またもう中に入れないという方もいらっしゃるそうでございまして、本当にお忙しい中、石林勝利頑張れということでお集まりいただきましたことに、心から厚く御礼申し上げたいと思います。本当に皆さんありがとうございます。まあ、いつもね、この4人で最近土砂回りしておりますが、まずですね、ディスカッションを入らせていただく前に、この間までね、テレビでやってました、男が喋りでどこが悪いねんっていうのがありましたけども、まあ、今日は政治家が喋りでどこが悪いねんというスタイルで進めさせていただきたいと思いますが、まず冒頭ですね、西林勝利氏、知らない人もおると思いますので、自己紹介が出てね、簡単に、ありがとうございます。自己紹介が出てね、ちょっと簡単にまずご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。どうも本当にたくさんの皆様方にお集まりいただきまして、ありがとうございます。私も8月の12日に、堺の市役所で出馬の記者会見をさせていただいて、本当にその後ですね、この生まれ育った地元の南区をですね、もうどちらかというと開けて、もう本当に名前が知られていない中区、東区、堺区、北区と、とにかく地元の皆さん方には本当に十分にご説明を申し上げないままですね、ここまでちょっと日にちが過ぎております。そこは本当にお詫び申し上げます。しかしこの地元の皆さん方には日頃いろいろとご意見いただいて、そしてお支えをいただいてきたことをですね、しっかりと私胸に刻み込みながら、逆にその日頃のご支援をしっかりと私の活動のエネルギーにさせていただいて、ここまであちこちお前みたいな見たことないわというところでですね、西林ですということで、今毎日毎日活動させていただいております。この選挙戦は皆様方もご存知の通り、堺市が本当に皆様方にとって変わるのか変わらないのか、今のまま進んでいくのか、本当に大きな分からめになります。ぜひ今日の我々の話も少し聞いていただいて、一体大阪の構想ってどんなもんや、俺たちの暮らしってどんな風になるんだ、私たちこれから将来どうなるの、そんなことをぜひ少しでも掴み取っていただいて、私の思いを少し皆さん方にもまたお帰りになったらお広げいただけたらというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速政治家が喋ってどこが悪いね始めさせていただきたいと思います。まあ、我々もね、ずっとこれ活動させていただいてまいりまして、いよいよこの15日から選挙始まります。29日が投票日ということなんですが、ね、まあちこち私も行かせていただきますと言われます。馬場さん、あんたらやろうとしてることをやったら、この大阪都というのができて堺が入ったら堺ってなくなるの、なんかそんなポスターに書いてあるよと、堺が潰されるとかですね、堺がなくなるとか、まあそういういろいろこう宣伝もしていただいてるんですよね。もう本当にどこ行ってもね、堺なくなるなくなると言われるんですね、これ本当に都構想の海の親でもある、最後に一度改めて皆さん方にお話しいただけたらと思います。じゃあ皆さん、改めましてこんにちは。ありがたいです。こんなに多くの皆さんにお集まりいただきましてね、今このホールの外にですね、この会場に入れない方、列ができていましてね、ちょっと今知事とご挨拶させてもらったんですけどもね、いや、まあ竹山市長をまさに応援して、まあ、当選にね向けて頑張ってきたのは僕が、まあ、張本人でありましてね、でそうでありながらね、今回竹山市長じゃなくて西林さんにしてほしいというようなことをね、訴えかけるにあたって、何言ってんだか橋本と、お前もうどっちも言ってんだと、あっち行ったりこっち行ったりと。確かにね、僕はこの3年4年5年、まあ、知事をやって今大阪市をやってますけどもね、まあ本当に皆さんも僕に対して言いたいこと山ほどあるかと思います。まあ本当にお前もうちょっとね、口は災い、本当に気をつけろよと。またね、この今日2回タウンミーティングやるんです。で2回目はね、妻が来ますんでね、あんまりいろいろ言えないんですけど、まあ家族を悲しませたこともいろいろありまして、
まあ、いろんなことがありました。でいろんなことも言われます。もう何やってもいろんなことが言われますが、この4年間かけて僕がやりたかったことはこの大阪都構想なんです。でこれ4年前に知事と一緒にね、まあ、その当時は大阪府議会議員だったんですけど、大阪都構想なんか言っても誰も相手にしてくれませんでした。まあ一番まああのコメンテーターとかメディアなんかもね、そんなの中だと大阪都構想なんていうのは、そんなことできるわけない、まあ、散々言われましたよ。あの大谷昭弘氏というねとんでもないコメンテーター、まあとにかく自分が弱者のね正義の味方だと思って、単にあのテレビに出演してギャラ稼ぎたいだけなのか分かりませんが、それ言ったらまた違うタレントさんがね番組に降板することになりましたから、あんまり言いませんけど、しかしあの大谷昭弘氏、大谷昭弘氏なんて言ってたら、都構想なんかできるわけないのに、ね、橋本は何言ってたと、国会議員だって見る気もしてない、できないことばっかり言ってあいつは何考えてんだ。まあ1年にね悪口ばっかり言い放ってましたけどもね、見てください皆さん、法律ができたんです。大阪都構想を実現するためには法律が必要だったのが、この何十年間地方が声を上げてもね、地方のための法律なんかできなかったものが、去年の夏法律ができたんですよ、大阪都構想を、ね、実現するための。そしてもういろんなハードルがありました。まずは府議会、市議会で過半数の議員を獲得しなければいけない。それもなんとかね、大阪市議会では過半数には行ってませんが、それでも公明党の協力を得ながら今なんとか進めています。知事、市長、大阪維新の会でね、これ誕生させなきゃいけない、こんなの不可能だって言われていたのが、なんとか松井知事と僕当選させてもらいました。その後国政選挙、衆議院選挙で日本維新の会を立ち上げ、まだこの選挙でもね大阪都構想のまあ是非が問われるなんて言われましたけど、馬場先生当選させてもらいました。またその後参議院の選挙、まあ僕のいろんな発言で、まあ逆風というよりも大暴風でしたけどね、僕はこれまた後々どこかで言いたいですけど、僕は絶対ね自分は間違ってるとは思っていないんですけど、ただこれもねありがとうございました。やっとね徐々に慰安婦の問題、何が問題なのかということがね、なんとなく理解が始まりまして、それまで国会議員やら政治家がみんな慰安婦の問題ね風呂の中でヘコいたようにね、身内の中でいい格好ばっかりしてたのに、世界に向けてなんか誰も言わなかった、言ったことありこういう風になりましたけどもね、僕はねやっぱり間違ってるところは間違ってるって認めなきゃいけないけど、慰安婦の問題に関してはね、あれは世界各国がやっぱり事実誤認をしてるし、日本だけを不当に侮辱してると思うんですね。だから僕はあれはね、世界各国がみんな反省をして、日本も反省しますよ。あれは日本の問題だけじゃなくて、旧日本兵だという話ではなくてね、世界各国の兵が戦争当時、女性の人権を蹂躙していた、そういうことはやめましょうよというね、そういう像だったらね、僕は大阪市役所の前にね、100でも200でもそういう像を建てますよ。ところがね、旧日本軍が20万人の慰安婦を、そして拉致、人身売買をやって、銃剣を突きつけてね、まあ、それはナチスのね、あのユダヤ人大虐殺のホロコーストと同じようなね、そんなことをやったというようなことを世界でばらまかれたら、それはちょっと待ってくれってね、まあ、僕は言ったんです。まあ、他はね、もう他の政治家はみんな口つぐんで何も言わなくなりましたが、いや、今の拍手でもね、また本当に僕は心強くなりました。頭の悪い毎日新聞はまだ未だに僕のね、毎日分かってますから、ね。そこまで言ってみたい見たら、コメンテーターみんな毎日新聞おかしいってみんな言ってるんですよ。みんな感じてるんです。毎日新聞ってどれくらいの方取られてます？あ、そうですか。本当に一人二人ぐらいなんですよ。この現状を早く気づいていただいて、毎日新聞なんか本当に6年ぐらい新聞ですから、まあ、何話してるか分かんないです。まあ、市長、はい。あの、ここが新聞、どこぞ、社会は何だろうと思うところで。で、こういうことをずっとやってきたそのね、根本は大阪都構想っていうものをやり抜くためにやってきたんです。やっとここまで来ました。本当にね、社会の皆さんに応援をしていただいてここまで来たんですけども、この大阪都構想、僕らずっと言ってますけども、社会はなくなりませんし、消えませんし、社会なんか壊すつもりありません、当たり前です。これはもう南区の方はみんなご存知の通りですけどもね、大阪府知事と大阪市長と堺市長、もうね、こんな3人がバラバラの仕事をやってた時代に終止符を打って、大阪府知事、大阪市長、堺市長を一本化してね、
大阪都知事を作る、この大阪全体を一つにまとめてね、大阪都にする、そして世界と勝負をして、堺だけとか大阪市だけじゃなくて大阪全体でまとまって勝負して発展していきましょうっていうのは大阪都構想なんです。オリンピック見てください。かつて大阪市とオリンピックをね誘致しましたけども惨敗です。あれ東京都だから今ギリギリというか今決勝まで行ってるでしょ。ああいうようなね東京都に対抗できるようなもう一つの大阪都というものを作ってね、国内との競争じゃなくて世界と競争してこの大阪全体を発展させていこうというものが大阪都構想なんです。そして堺のことはね、堺のことは新しく選挙で選ばれた区長が堺のことはしっかりとこれは取り仕切る仕事をする。だから堺をなくすとか堺を壊すんではなくて、僕らがやろうとしているのは大阪市長や大阪市議会議員、そして堺市長や堺市議会議員をもうなくしましょうと言っているだけなんです。堺の名前はなくなりません。堺も壊れません。堺の地域もそのままです。なくなるのは堺市長なんです。堺市議会議員なんです。大阪市長大阪市議会議員なんです。もう時代のこの流れとともにね、やっぱり変えるものは変えていかなきゃいけない。ところが竹山さんはね、僕はこの考え方一緒にやってくれると思ってたんです。だから応援したんですよ。そうしたらね、堺市長になったらとにかく堺市長が気分いいんでしょうね。竹山さんはあと100年200年市長やりたいと思ったら知りませんけどもね、堺市長を守るために今竹山さん選挙やってるんです。堺市長の堺市長を守れとかね、堺を壊すなって言ってるんじゃない。竹山市長は堺市長というそのポジションを残せと言ってるにすぎません。堺は残し壊れません。堺は当然ずっとこれは続くんです。名前も残ります。ただ大阪全体のことは大阪都知事がこれから仕事をする、堺のことはね新しくできたその堺区役所区長が仕事をするということになります。はい、出身地ですけれども、確か50年ぐらい前に堺と一緒になったんですよね。以前は福部泉町ですね。その前はこの辺りの三木田村です。それぞれが、まあ、それぞれの役割を堺でやってたんですね。それが、まあ、堺の編入ということで今の形になりましたね。随分とこう町の姿、役所の姿はどんどん変わってきましたけれども、地域の名前とかですね、今も十分に受け継がれてますし、ただまあ役所の姿は変わってきました。皆さん方の暮らしはこれまでもその役所がやるべき姿、やるべき仕事というのは続いてますし、今までと変わってないですね。まあ、大阪都にもし堺が入ることになれば、まあ、そういう形で、まあ、自分の衣を着替えていくと、そういう感じなんでしょうね。いや、これはね、時代に合わせて、行政の姿っていうのは変わっていって当たり前なんです。高度経済成長の時と今と、これ全く経済の状況も違います。大量生産、大量消費、そして日本が、まあ、世界の、まあ、ものづくりの、世界の工場と言われた、そういう時代と、アジアの周辺諸国でね、やはり、人件費が安いんで、日本よりも安価で安いものを作れるようになってきた、そういう今の時代、そして労働力の人口も、日本は労働力人口ってどん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 増えてきた時代だったんですね。高度経済成長の時、今は少子高齢化社会ということで労働力も落ちてくる。そして高齢者の皆さん、我々の人生の先輩の皆さん、この皆さん方の医療福祉、これをまあ若い少ない世代でこれから支えていこうと、そういう時代にもう突入してるわけです。で、こういう時代になってくればね、いつまでもね、政令市がいいとか、そういう話じゃなくて、その時代に合わせた、そういう役所の姿に作り変えましょう、というのが我々の考え方で、まあ、それが大阪都構想につながるんですけど、都という、今もそうなんですけども、まあ、僕は今知事ですけど、知事の仕事というのは、まあ、大きい仕事です。まず大阪の経済、これを再生をさせていこう、景気回復をさせていこう、そのためにはさまざまなインフラの整備、堺の泉北港、港、こういうものの整備、そしてそれから、鉄道ですね、この、堺にもある泉北高速鉄道を引っ張ってきて、住民の皆さんの移動しやすくしよう、
いろんな形で通勤の利便性を高めていこう、港は荷物をどんどんここへ入ってきて、また世界へ出ていこうと、まあ、大阪府では橋本、当時、知事時代にね、大阪の成長戦略というのを作りました。アジアの中継拠点、これをやっていこうじゃないかというのも、もう計画が出来上がっている。そういうのを一体化をしてね、今、まあ、元気だと言われている上海、シンガポール、こういうアジアの諸外国、その都市と競争して、大阪の、大阪のにぎわい、こういうものをドカッと作っていく、経済を、活性化させていこう、こう思ってるんです。で、今、大阪府市ではね、成長戦略というのを一緒に作りました。グランドデザイン大阪というのも、もう計画を作りました。でもその中に、まあ残念ながら、堺が入っていないんですね。これはね、やっぱり、僕は知事ですけど、堺市長に無理やり入れるわけにはいきません。やっぱり堺市長一緒にやろうよと言っていただいて、初めて一体化になった計画ができる。これなぜかというと、堺市長というのは、僕と、知事である僕と同じ力を持ってるんですね。橋本市長も大阪市長、政令市の市長ですが、同じ権限を持つわけです。だから、それぞれ同じ権限を持つんで、同じテーブルに座って、じゃあ大阪全体を再生するために、大阪全体を、力をつけていくために、どういうことをしようというのは、同じテーブルに座って議論をして、そしてそこで物を決めない。大阪全体のプランというのは作れない。今、僕たちが、1年8ヶ月前、ダブル選挙で、まあ、2人当選させていただいてね、まずは大阪府市で、大阪市、大阪府で、府市統合本部という、この本部を立ち上げました。で、ここで大阪全体の大きい、そういう事業については、これはしっかり話し合いをして、そして一番大切なのは決定していこうね、こういうことをやりました。で、そこには大阪府の職員、大阪市の職員、そしていろんなアイデアを出してもらえる顧問の先生、これはまあ、この間内閣の参与になられた、坂井先生だとかね、上山先生だとか、上山先生も経済、これも非常に、経済に非常に長けた人で、いろんな、知恵を持たれている方なので、そういう皆さんにどんどん入ってきていただいて、大阪の全体のそういう、発展する、再生させる、そういうマスタープランを今作ってるところ。ところが、僕たちが何度言ってもね、その、総合本部にね、堺市は入らないですよ、というふうにして、一切、まあ、拒否をされてる。だから、先ほど申し上げたんですけども、大阪全体のグランドデザイン、大阪のグランドデザインに、今は堺の部分だけが、スポッと抜けてしまってるんです。だから、大阪の成長戦略、堺と一緒に作れてないんです。だから、堺の経済、先ほどから堺がなくなるなくなると言いますけど、このままでは堺の経済が沈み続けてしまいますよ。ここが僕は一番ね、今回、問題視をしてまして、なんとかしてね、一緒になって、持つポテンシャルはもう堺いっぱいありますから、先ほども申し上げましたけども、堺の、港、仙北港、こういうところの力もありますし、堺の地場産業、これは刃物の、ハサミとか刃物の産業なんていうのは、世界中の人から、堺のそういう商品を、こう、買いたいという、そういうふうな、もうどこへも出しても、これはもう胸を張って出せる商品、こういうものもいっぱいあるし、で、堺で様々な、中小企業の技術、こういうのも、まあ、西林議員から説明あると思いますけど、様々集積されてるわけです。こういうのを一体化して、大阪で元気になりましょうということなんですけど、入ってきていただけない。ここが一番の問題点ということで、僕たちは、もう竹山さん、もう交代してよ、こういうことを申し上げてるわけなんです。ねえ、皆さん。ね、聞いていただいたと思います。社会が潰されるとかね、社会がなくなるとか、我々そんなこと、一向にそういうことを考えているわけではありません。市長のポストをなくしてしく、今までやってきた仕組みを改めていくということを考えているわけでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。そしてね、
もう一個よく皆さん方お聞きいただいていると思うんです。この大阪都に堺が入れば、堺で皆さん方がお支払いいただいている税金、まあ、これいろいろ数字あるんですが、470億円ぐらいですね、吸い取られる、ね、吸い取られるという言い方するんですね。もうなんか貧しい悪大官みたいなね言い方で、顔はそうですね、顔は可愛い顔してるんですけどね、僕は。これどうなんですかね、その大阪都になったら吸い上げられるという。いや、それはね、僕は今でも堺市民の皆さんは大阪府民でもありますから、府民で納めていただいてるでしょう皆さん。その皆さんのお金、僕は今でも預からせていただいて、いろんな事業をさせていただいてます。大きい事業で言いましたけど、まあ堺で一番分かりやすい大きい事業といえば、まあ阪神高速大和川線、あれ大阪府として今進めさせていただいている。で、まあ堺市の市としての負担もありますけど、大きな大部分は大阪府のそういうお金でどんどん今やってるところ。でこれは、まあ、堺だけにメリットがあるそういう公共工事ではありません。大阪のミッシングリンク解消というんですけど、やっぱり都市としては高速道路がずっとつながってて、つながることによって、さまざま物流事業者の皆さん、そういう皆さんの、まあコストとそれからスピード感がある事業ができる、こういうものにつながっていく。そういうのをやって、そういうインフラ整備をするから、都市としてどん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 そこに、まあ、人物お金がこう集まってくるわけです。企業も集まってくる。だから今僕は皆さんのお金も預かりながら大きな、まあ、仕事をさせていただいてるんです。で今度は先ほど申し上げた、その仕事は一本化をしていこうということになりますから、堺の皆さんから今堺で基礎自治体としてやってるその仕事のお金を取り上げるんではないです。皆さんと一緒に大きな仕事をするとき、これを一本化してより効率よく、そしてよりスピーディーに仕事を進めるための財源、そういう仕事が移ってくる部分については、大阪府と今の、まあこれは最終的には大阪都がやります。その時の都知事がやるんですけどね、都知事が全体の仕事として堺の分野も受け持ちますんで、大分の負担の部分は都にそういう税金が行きますよと、これだけの話なんです。で今、まあ、竹山さんが言うようにね、まあ大阪府知事の麻酔が吸い上げる、これは絶対にありません。仕事が移ってくるからその財源がいる。まあこうそのお金をね、麻酔患者は実はやっぱりいい人だったんですね。いや、もう本当僕いい人なんですよ結構。いや、それでも自分でいい人だっていう人に限ってね、悪い人だっていうのもありますしね。では今日は最後は皆さんにご案内いただきますけど、だからこれね、大阪都構想についての反対批判はこの間西林さんがラジオで討論会やりましたけどね、もう2つしかないんです。堺を壊す、大阪都構想は堺を壊すと、それから堺の皆さんのね、税金を大阪都が吸い上げて皆さんに対してね、提供する、役所が提供する、堺市役所が提供する住民サービスの業界減る、住民サービスがねどんどん低下していく、税金を吸い上げられてね、堺は衰退していきます。この2つなんですね。で、堺が壊れることがない、堺の名前は消えないということはさっき言いました。これは単に役所の再編、市長のポジションをなくす、市議会のポジションをなくすというだけであって、町はそのまんまですしね。でこれからの時代はね、東京23区見てください、区役所が全部仕事やってるんです。新宿区も港区も千代田区も全部、これ世田谷区もお、ね、これ全部区役所が、区長がこれ仕事をやってるんです。ただこの区長はね、選挙で選ばれた区長なんです。今の堺市内には7つ区役所がありますが、どの区長も選挙で選ばれていません。だからここを変えていく、この住民の皆さんに対するね、行政サービスは区長を選挙で選んで、そして区役所でね、物事を、堺のことをやっていく、こういう仕組みなのです。そうなんですよ。それで、ね、皆さんね、だって堺市の堺市役所のところにわざわざ何かあって行けますか、めんどくさいじゃないですか。それだったら南区のね、区役所のところに言って、保育所なんとか増やせ、幼稚園なんとかしろ、給食なんとかしろ、ここの道路をちゃんと直せ、水道料金もうちょっと下げろとかね、役人のその給料高いじゃないか、天下りがちょっと緩いんじゃないか、これ区役所に行ってガン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 やりゃいいんですよ。
これ堺市役所がね遠いもんですから、南区の人堺市役所に行った方どれぐらいいます？いやしかもね代表ね、しかもこの仙道から堺浦市に電車で行ったら、まあ、願望かかりましたからね電車賃がね、電車賃高速鉄道の現状を見たら、これがね、まあね、あの全国高速鉄道の話が出ましたけど、はい、これね、いやそうです、だからね、役所が遠いとね、住民の皆さん来ないからものすごい楽なんですよ。だから区役所でこれから仕事をするっていうのが、まあ、東京はもうそういう流れになりました。で、まあ、これ税金吸い上げられるって話はね、これ考えてみてください。470億吸い上げるって言ってるんですよ。違うんです。皆さんに対してね、住民サービスを提供することは区役所がやる。で、区役所にはお金はそのまま残すんです。ただね、区役所で仕事をやるよりも都知事が仕事をやった方がいいじゃないかってこともいっぱいあるんです。さっきも言いました大和川線高速道路とかね、港とか、それから竹山さんもいつも言いますけども、シャープをねこれ誘致してきて堺が補助金出してるって言いますけど、大阪府は150億円出してるんですよ。そんな話はもう大きな話としてね、知事に渡したらいいんです。仙北高速鉄道なんていうのもあれ堺市役所がやってるわけじゃないんです。これ知事がやってるわけなんです。仙北高速鉄道の道路もあれは知事がやってる。竹山さんはね、全部堺市長が堺市民のための仕事を全部やってるっていうふうにごまかしてるんですよ。平成の大詐欺ですよ、これ。これね、すいません。この全国高速鉄道の話なんですけど、値下げするって書いてましたけどね、これは竹山さんでは絶対できないんです。これでも値下げはね、決めました。全国高速鉄道は値下げします。で、大阪府では、大阪府が、まあ、全国高速鉄道の大株主、OTK という会社で、それ作ってきたんです。で今回ね、やっぱりそういう民間でやれる仕事はね、市長ももう大阪市でどんどん、今民間でやれるところ、どんどん民間に出していこうよ。まあ地下鉄やバスやとかいろいろやってますけど、これまあまた議会が大反対してできてないですけども、大阪府の場合は、全国高速鉄道、これ OTK という会社ですけど、この株を売却することを決めて、それでそれを売却先、運営する事業者に条件として、値下げをしなさいよという条件で売却するということを決めましたから、この間違いなく、値下げは実現ができます。だからまあ、竹山さんのね、そういうマニフェスト、まあその政策中に値下げで書いてたら、これはもう知事やった言ってたよと、ここでいつまでもこんなこと書いててダメよと、嘘はダメって、これまで言っておいてください、皆さんから。ですからね、今みたいに、堺の中の仕事はこれ堺市役所や堺市長が全部やってるわけじゃないんです。だから竹山さんずるいのはね、堺は堺でもう全部やっていくんだ、堺を守っていくんだ、堺の自治だって言いますけどもね、そうしたらね、お金通貨の問題だったり、それこそ防衛の問題だったり、こんなの堺では全部やできるわけないんですね。それと同じように堺でやる仕事と、それから知事がね大阪全体の視点でやる仕事、それから国がやる仕事、これ役割分担でみんな堺市民のためにやってるんですよ。だから僕も知事やってましたけど、知事はね堺市民の敵でも何でもないんです。だから松井さんは、松井知事は皆さんの堺市民の代表でもあるわけなんです。だから竹山さんがね、知事に税金吸い取られる、知事に税金吸い取られるっていうのは単に竹山さんが使えるお金が知事の方に移ってしまっただけであるのね。知事はこのお金を持って堺のために仕事をするんです。どっちが堺のために仕事をやるのが一番いいのかって話なんです。僕はね、仮に西林さんが堺市長になったとしますよ。その時に2人の間でこの堺のための仕事は堺市長がやった方がいいのか、知事がやった方がいいのか、これをね議論するわけなんです。堺でやってたらね、不合理な不効率なこといっぱいあるんです。また竹山さんはなんか博物館建てようとしてるみたいですけど、こんなの堺だけで千の利休のね博物館作ったところで、中身の資料は全部大阪城の天守閣に全部あるんですから、堺だけでは資料を整えられない。博物館で箱だけ作って中身のない千の利休の博物館なくした、堺だけでやったらダメなんですよ。仁徳天皇陵だったら堺だけでね、仁徳天皇陵、仁徳、大体知事がまたあそこイルミネーションつけるって言ったからまた新聞台が怒られちゃう。あ
ああいう不謹慎なこと言っても。中じゃないですよ。あ、中じゃない。外ね。外ね。外ね。イルミネーション。これね、今年のね、冬、まだちょっと話がずれるかもしれませんけどね。今年の冬、大阪では、もう世界一のイルミネーションやろうということで、今計画をしてます。まあ、中之島、御堂筋、梅田、天王寺、安倍の、難波、こういうところでね、で、世界から、世界の人々がそれを見たいと思えるようなイルミネーション、大阪光の共演というのを、まあ、ちょっと聞いていただいたかもしれませんけど、報道等でも出てるんでね、それやろうとしてます。で、今、大阪城、これも世界一のイルミネーションをやりたいということで、もう事業者の決定をしてます。で、これをね、2015年のその記念イヤーでね、1000万人の人が、その、イルミネーション事業を見に来てもらえるというような今計画してるんですけど、そこに堺が入っていない。堺がそういう話には全然入ってこなかった。だからその一つとしてね、仁徳天皇陵を、ね、仁徳天皇陵を、外ね、外、外、仁徳天皇陵を、そう、世界遺産にしようと思えば、まずそこへね、どんどん人が行くというのが大事なんだ。そのためには、やっぱりそういうのを作ってね、まずは観光地、そこへ行きたい、見たいと、そういう風に作り変えていこうと思っていろんな案を出してる。だけど、でもまだね、これを出すには、宮内庁さんにも了解を得なければなりませんから、これが決めたわけではないんですよ。まず、仁徳天皇陵を世界遺産にすると。いうこの推進母体の会長は松井知事ですね。そうです。で、僕はね、これ本当にやりたいんですよ。ただ今日本の中のその選ばれ方っていうかね、それでもまあ富士山も選ばれました。で、今回は長崎の、教会で、そういうのが選ばれてくるんですけどね。やっぱりね、インパクトが弱いんです。仁徳天皇陵、それだけ人がね、どんどん集まって、もう日本中の人が、ああ、仁徳天皇陵といえば堺のあそこにあるよね。このぐらい分かってもらえないと、なかなか世界遺産登録、言ってるだけではしてくれませんからね。だから僕は戦略がいります。だからそういう話もね、これ、竹山さんが、まあ、今度、西林さんが市長になった時に、西林さんが全部それやるって言っても、正直それは無理なんです。堺市役所、堺市長だけでやるのは無理なんでね。そうであれば、これは父の仕事としてね、そうすると大阪城や仁徳天皇陵、それから大阪城の横には浪花宮っていうのがあってですね、古代からこの宮の方に行って近世に至るっていうね、きちっとした歴史が大阪の中にあるわけなんですね。そういうものはね、もう堺市だとか大阪市だとかそんなことじゃなくて、また大阪市だけがやろうと思ったらね、もう堺と関係なく大阪市内だけに外国人観光客を呼ぼうとするわけです。だからこういう話は大阪市長とか堺市長の仕事ではなくて、もうこれは知事やってねと、都知事やってねというふうに仕事を渡せば、当然その分のお金はね、これは税金は知事に預ける。で、その税金で堺市のために一生懸命仕事をやってくださいねっていう話なんです。だからね、皆さんからの税金を吸い上げられるって竹山さん一生懸命言ってますけども、それは単に知事の方に仕事が移って、知事に堺のために仕事をやってもらうってだけなんですね。知事が470億円ね、それ自分 のポケットに入れて、まあ470億円ポケットなんか入らないでしょうけど、それをね、知事が使ったら大問題ですよ。それから北海道知事にね、その税金を預ける。で、北海道の札幌市民のためにこれお金を使うって言ったら大問題ですよ。堺市民の税金が堺市民の代表である知事のところに預けて何が悪いんですか。知事は堺市民の敵でも何でもないです。堺市民の代表なんですよ。竹山さんだけが市民の代表じゃないんです。知事も堺市民の代表なんですね。だからこれは単に仕事の役割分担で、堺のことで堺市長がやった方がいいのか、もっと言えば区長がやった方がいいのか、それとも、いや、これは堺のための仕事はね、大阪全体の視点で都知事がやった方がいいのか、これをね、整理しようというのが大阪都構想であってね、税金が吸い上げられるなんて、これは本当にとんでもないね、もうまやかしなんですね、これね、本当竹山市長は。でたらめですね。でたらめですね。でね、まあ、いきなり、すぐに大阪都まではまだ、これ大阪府市でもできてないわけですから。で、それ行く前に、やっぱりこう3人でね、もし西林さんが堺市長になればね、ありがとうございます。先輩のお父さん
まではね、福祉統合本部に堺市入って、こう3人で、さっき言いましたあの経済どうする、企業を呼び込むためのトップはどうしよう、堺にはエネルギートップ、僕にはそれやりたくてしょうがないんです、やりたくてしょうがないけど、今のあの市長はね、こういうところに入ってこないから話し合いすらできない。だから西林さんがなればね、ならしてくださいよ、なればすぐ入って、で一緒に新たに堺市のあのベイエリアトップ構想を作って、これ国にすぐ申請して認めてもらって、あそこにそういう新たなエネルギーに挑戦する企業ドーンと来てもらえるね、その土壌作りをしていこうと、こういうことを言ってるわけなんです今。はい、ね、お話聞いてると結構ええ人なんやなのが分かってきました。はい、まあ、どうぞどうぞまあね、あのこの堺本当にね、まあ、戦後のこの国の方針としてね、臨海部を埋め立てまして森林鉄なんかができたり、今もまあ久保田外金島だというね、私もこの私家大鳥なんですが、地域を回らせていただくと、町の工場ですね、製造業の皆さん方大体このビッグ4の傘の下に入ってるんですね、森林鉄島の久保田外金と。ここの下請けとかいろんな仕事をされておられる方々が大変多いということが分かります。まあ、これもね、社長さんに聞きますとどうですかと、もう買ってますかと聞きますと、いやー馬場さん飽きまへんなと、もうとにかく上からこれはもう品質管理はこうやとか、値段下げれとか、不良品をこんだけ抑えれとかね、いろんな注文が毎日のように来ると、ちょっとでもそれも大きく外れればもうあの中国やこんなこの仕事を出しますわと言われるんですわということで、なかなかねこの堺の中で皆さん方若い子がね働く場所ないと思うんです。やっぱ新しい産業、今知事言ってくれましたいろんな特区とかですね、堺でしかできないような産業を作っていかないと本当の意味でもこの堺の活力というのは出てきませんのでね、あのその辺もあの西林君よく12年間も司会にやってましたんでね、よく分かってますんで、頑張ってくれると思いますけれども、はい、そこでですね、この南区あの皆さん方大阪都と堺のある程度の関係というのを先ほどからの話でご理解いただいたと思います。ただ皆さん方ね、南区の皆さん方、まあその堺が大阪都に入るのがええんやろうけども、まあ入らんでも入っても、なんか我々の身の回りちゃんとやってくれるのかなと、南区でいろいろ抱えてる課題ありますわな、西林さん、それちゃんとやってくれるんやろな、そこにもね大きな関心をお持ちだと思うんですけれども、具体的にまあどんなことを市長になったらやったらっていうのはありますかね。ちょっとあの暗くなってムードが出てきましたけど、南区はですね、まあ、私が生まれて保育所ぐらいの時にですね、ずっとこの辺の開発が進んできたんですね。僕もその姿、うちの家はですね、ちょっと丘のてっぺんにありますので、二代目は田んぼしかなかったので田んぼと山のところにですね、どんどん家が建ってね。でその後専門高速鉄道がずっと引かれてきて、私ね電車乗ったことをその当時ね小学校になかったので、電車乗りに母親に連れて行かれて、これが電車だと思ったら、もう今でも記憶に本当に残ってますけども、この専門高速鉄道の運賃問題って、皆さん方がもうずっとですね、長年、やっぱ高いな、何倍行ったら片道560円、もう往復した1000円を超える、どないかしてよっていうのは本当に我々よく意見を伺ってまして、そこはまあ、本当に橋本大王松井幹事長のですね、こう知事の中でしっかりと、ちょっと日にちはね、3年ぐらいかかったんですよね。もう本当に、まあ、やっていただけるということが皆さん方にもしっかりと伝わったと思いますが、ただですね、やっぱ戦国ニュータウン全体がですね、ニュータウンニュータウンと言ってますけども、もう建設からこれ4、50年経ってきてますんで、こう本当建て替えとかですね、単にこれ耐震補強をやるだけでというよりも、やっぱ新しい魅力をですね、しっかり出してほしいなというのがよく言われるんですね。これでも堺だけではできない、府営住宅、大阪府の住宅供給公社、ここはもうほとんど土地、建物を持たれてるんで、こうやっぱ話し合いをぜひ、まず、知事とですね、しっかりやって、これ、新しいね、公共住宅どうやって建てて、魅力を出していくか、近隣センターも本当に今、経営してるんで、
ここにどんな新しい魅力をつけていくのか、こういうことが本当に大きな課題だと思います、ね、今コンパクトシティといいましてね、家の周りで大体全て賄えると、買い物も行けるし、まあ、ちょっとなんか小物を買いに行ったりとかですね、食事もできると、そういう、まあ、街づくりをやりましょうというのがね、今の日本の大きな方針になってるんですね。ただやっぱり全国ニュータウンのなんとか台なんとか台いうところに行くとそうじゃないね。家の周りは本当にその近くで歩いてる範囲の中に、まあ、飲食所が全て揃うような環境があったんですけど、今もほとんどシャッターが降りたり、そうですね、スーパーがもともとあったのがもうなくなって、空き店舗のままになったりとかですね、そんなの多いですね。これ千里ニュータウンが今どんどん再生してます千里ニュータウンですね、千里中央界隈もどんどんマンション新しいのが建って、不営住宅、ここの中時代もですね、建て替え建て替えで入居者の方をこう徐々に移ってもらってですね、不営住宅を高層化するんですね。そうすると土地が余る。でこれをまた民間に売ってですね、民間の方がまたきちっとしたマンションを建ててくる。もう千里ニュータウンの千里中央のジャンクションとか、あそこ UR の国の方の住宅だったんですけど、そこもきれいにもなくなりましたね。ものすごい今度まだマンションが来るんです。これはね、一つの市ではできないですね。千里ニュータウンというのは豊中市 の、まあ、そのエリアなんですけども、豊中市だけでは当然できません。これはやっぱり府営住宅、まあ、大阪府が主導でね、ニュータウンは作ってきましたから、まあ、大阪府とそれから国と、まあ、そこでしっかり力を合わせてね、この街づくりというものの計画を立てていかなきゃいけない。だから千里ニュータウンは大阪府主導でこれはどんどん、ね、今再生をしています。だからこれニュータウンの再生というものは町、この府営住宅の建て替えだけじゃダメなんですね。そのあそこの御堂筋線、北大阪急行、この鉄道をどうするのか、今度は名神、新名神という高速道路が走ります。でこの新名神の高速道路とそれからこの千里中央を結ぶね、このトンネル、まあ、美濃グリーンロードというものがあるんですけど、ああいうものをきちっと計画的に掘ってですね、もうつなげている。でこういうものがね、全部合わさってニュータウンの再生というものにこう進んでいくわけなんです。ところが僕は知事時代に全国ニュータウンをね、再生しようということを号令をかけました。しかしこれ難しかったですね。なぜかというとね、堺市がやっぱり一定の権限を持っていますから、結局どっちがね主導でやるかということがはっきりしないんですよ。だから僕は知事時代の時に全国ニュータウンの再生協議会というものを作りましたけども、やっぱりなかなか進まない。僕はこの全国ニュータウンの再生、全国ニュータウンの活性化というものは、これは堺市役所だけではもうこれやっぱり仕事上無理なのでね、こういう問題は知事の方に預けて、これは北の千里ニュータウン、南の千石ニュータウン、これを大阪全体の位置づけの中でもね、まあ素晴らしいそのベッドタウンとしてどうこれ再生していくのかっていうのを大阪全体の計画としてやらなきゃいけないですね。これ東京の多摩ニュータウンだったらもう完全に東京都主導でガンガン進んで、今はもうどん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 街が変わってきてます。大学の誘致とかいろんなことをこう入れながらね。でもこの堺の千石ニュータウンはさっき知事も言いましたけどね、大阪府大阪市の、まあ、大阪全体のグランドデザインの中から堺だけはすっぽりと抜け落ちてしまってますから、正直ね、千石ニュータウンどうなるのか僕も分かんないんですよ。まあ、大阪市長だから分かんないから当たり前ですけど、知事の時もよく分かりませんでした。それは堺市が一緒になって入ってきてくれないからなんですね。もしですよ、この3人で大阪府知事と大阪市長と堺市長、これ3人が並んで、じゃあ全国ニュータウンどうしようかということを話をしていけばね、そのね、いろんなアイデアが生まれるし、あ、これはちょっと堺市役所ではできないから知事の方でお願いねとか、あ、これは大阪市役所と一緒に組むことによってね、この南北の御堂筋線から、まあ、どうつないでくるのか、四ツ橋線からどうつなぐのか、南海電車をどう大阪の都心部に入れていくのか、こういうことは大阪市役所と一緒にやろうよと、こういう話になるわけなんです。ここに今堺市長は一切入ってこないから、いつも、もう皆さんもう飽きたかと思いますけども、僕と父ばっかりの二人で映ってるでしょ。でもここにね、堺が入ってくるべきなんです。だから今何かと、まあ、僕のいろんな失言とかいろんな問題で、そういう問題でも報道があるかは分かりませんが、でもそうじゃなくて知事と並んでね、大阪府知事、大阪市長ということでいろいろ大阪のことを話すじゃないですか。あそこに堺市長が入って3人並んでね、こうやりましょう、ああやりましょう、堺のことはこうやりましょう、
で西林さんがね大阪全体のことを語ってていいわけですよ。空港問題はこうしましょうとか港はこうしましょうとか常に3人で並んでねこういろいろ方針を打ち出すなんていうのはこんなことはね今までの大阪の政治や行政の歴史ではなかったし、大体知事と市長大阪府知事と大阪市長が並ぶってことも今までなかったのに2人でやっぱり方針を決めてね大阪府庁の 役人と大阪市役所の役人が力を合わせたらものすごい力を発揮しますよ。だから本当にね2本の矢じゃなくてね3本の矢になればね大阪っていうのは強くなるんです。だから竹山さんに一緒になって入ってくださいよと僕は竹山市長を当選させたらそういうことやりたかったんです。だから当選した後にすぐに大阪府庁のところでね僕がすぐ行って竹山市長も来てさあこれからねこういう本部を作ってね本部を作って3本の矢で大阪全体のことを引っ張っていきましょう境を引っ張っていきましょうと言いましたらあれが最初で最後でそれ以来一度も来てくれなかったですね。だからね、まあ、こういうことを言うとね僕らが誘わなかったとかなんとかまたそういう誤解を生むようなそういう発言が竹山さんから出るといかんのでもう本当に改めて言っておきますけどまあ橋本市長と一緒にね、まあ、とにかくそういう行政がそう都になるならば別にしてもねまず統合本部からスタートしようということは言ったんですよ。せめて統合本部にだけは入って絶えずいろんな問題点これは賛成反対いろいろあると思います。それは議論しましょうねと言ったんですけどもう先ほど市長から言ったようにそこでもういや統合本部入るとまた自分の堺の椅子市長の椅子、これまでね、都構想という形になるとなくなったらもうかなわないということで統合本部に入らない決断をされてから全くそういう普段の話ももうできないされない言ってこられない。だから先ほどの仁徳天皇陵の話もねいや一緒に頼んでください要はそれ頼みますよ僕も仁徳天皇陵世界遺産にしたいんですからでも詳しくおいじゃあこれを選ばれるためにどうしようというような場をねこれ作れないまあ電話はもう出てもらえないんですかねもう多分ねやったでしょ最初に会った時に携帯電話から2人の番号は抹消されてるいやだからねでも僕らね本当ね反対でもいいんですよだから今日ね今日はね、まあ、橋本大嫌い大集会というのはね、僕じゃなくて、松井知事大嫌い、まあ、二人の大嫌い大集会が何番で行われるらしいんですね。そうそう。それね、反対の論破はいいですけど、僕らも一回読んでね、大討論会やらせてくれって言ったんですけど、まあ、読んでいただけませんでした。で、ここへはいつでも僕たちはお呼びをすると、馬場議員からいつでも言ってるんですよ。でも、ここへは来られない。とにかく、まあ、西林さんと二人でただ対決すると。それだけなんだ。だから、僕たちが今現職なわけですから、ここへ来てね、それからこうやって、雨やと、境はこうだと、主張あるなら言っていただいたいんですけど、そういうことを一切されないというのが、これ大阪にとっての大阪の成長には、すごいマイナスになってると。こういうことなんですね。だってね、大阪都構想に入るのは100回だって1位だし、橋本に追随するなんて、ね、よくないとか言ってますけど、追随もないのもね、だから議論しましょうって言ってるだけなんですよ。だから僕の知事だって、これ議論して、意見合わないことは立派あるんですよ。で、ああでもない、こうでもないって言いながら、それで最後こうしようって決めてるわけです。やっぱりね、今まで大阪府と大阪市がバラバラにやってた。力がやっぱり弱かったですね。ところがこれ、日本の矢が一本になるだけで、大阪はものすごい力強くなってきたんです。例えば、大阪の中心部のね、梅北。今、もう年間で2000万円ぐらい、来客室が、ブランスブランスの大阪ですね。JR 大阪駅のあの前のところ。あそこ、まだ貨物エアが残ってましてね、17ヘクタール。これ最後の一等地と言われてるんですが、ここの開発をどうするかっていうのはもう大阪市だけ。さっき言いましたね。堺市役所だけではできない仕事があると言ったのと同じように大阪市役所だけでもできない仕事ってあるんです。この梅北のねあの開発なんていうのはとてもじゃないけど大阪市役所ではできないんです。大阪市役所だけではだから全然方針が決まらなかった。それから大阪城の横に浪速の宮っていう、まあ、平城京平安京のあの流れのね浪速の宮があるんですけどね、あれの一番の最初のやつですかね。で、間から。で、そこのね、公園整備、歴史的な公園整備っていうものをやらなきゃいけないということになってるんですけども、全く大阪市役所の力だけでは進まずにね、ペンペン草生えてたんですよ。ところがこれね、
府市統合本部で大阪府と大阪市一緒になって知事と話をして、この役人レベルだったらああでもないこうでもないって言いますけど、これやろうって決めてね、2人並んで方針決めて、そしたらこれね動き始めてるんです。もう年度内にはあの梅北の計画が出てきます。それから大阪城の公園の整備の計画もね出てきます。こうやってね2つのやっぱりこの役所組織が一本化すれば、多くのことがまたこれは大きなことがね動いていくんですね。だからそこにね堺市役所も入ってきてもらって、この3社でね大阪全体のことを考えて、新しい大阪、堺は残すし堺を壊すことはないけれども、しかしね堺、それ引っ越し屋さんじゃないんだから、竹山さんは堺しか言わないわけ、竹山さんは堺ばっかりだけじゃない、そればっかりじゃない、堺はさ衰退していきますよ。だって大阪市だけでも、申し訳ないけど堺のね、それは人口から経済規模から何倍もある大阪市だけでも、大阪市単体でも生き残っていけません。だから大阪府と一緒になってまとまっていこうって言ったわけですよ。堺もね、堺はなくさないし壊さないし、堺のことは新しい区役所にしっかりやってもらうけれども、しかしね皆さんは大阪府民でもあるんでね、一つの堺だけじゃなくて一つの大阪でまとまってね、大阪全体が発展して堺も発展していくっていう、そういう新しいね方向性を見出していきたいっていうのが我々の考え方なんですね。いや本当にね、興奮して水が通れてしまいました。行儀が平成の風雲ですね。もう100年に1回出てくるかどうかの政治家で、はい、だと思います、はい。何をと思ってたんですか。お父さんの質問でちょっと何をと思ってたか忘れてしまいましたけども、まあ、これでね今日皆さん方お越しいただいて、大阪都と堺の関わりで、堺がまあどういう道をこれから進んでいくべきかというまあお好みな方向性というのをお分かりいただいたと思います。まあ、大阪府知事、大阪市長、堺市長、この大阪三兄弟でですね、ぜひまあ我々の身近なことも含めて夢や希望を持って暮らしていけるような、そんなまあ大阪づくりに我々も協力したいと思いますので、どうぞ皆さんもよろしくお願いします。最後はこのままの現状に生きていくのかね、このままでいくのか、やっぱり新しいね大阪っていうものをみんなで大阪府民全体で作り上げていくのか、もう結局一つなんですよ。で、竹山さんは今の堺市のままでやっていきたい、でもやっぱり僕らはそうじゃダメだということで、この新しい大阪のね姿を作っている。で、実はこれはね明治維新以来どの日本国民もやったことのない挑戦なんですね。単なる市町村合併とかそういうのはまあいろんなところでありますけど、そうじゃない、一からこのね大都市の姿を作っていくっていうのは、これはもう明治維新の段階で1864年、まあ、あの時代にねこの今の都道府県の制度っていうものができましたけど、それ以来誰もやったことがないんです。一人だけやった人がいるんです、この歴史上。誰かと言ったらね、まあこれはあの戦争責任者でもありますけども、東条英機、これがね東条内閣の時に東京府と東京市、1943年までは東京都も昔は東京府と東京市だったんです。大阪と同じ状況だったんです。その時にね1943年に東条内閣の時に東京府と東京市を合わせて東京都というね新しいこの都市を作ったわけなんですね。で、その後戦後になってこの一人のまあある意味、指導者がね号令をかけてそういうことができるような仕組みにもうならない、そういうことができなくなってしまう。やっぱり選挙を通じてこうやって時間をかけてやっていく、まあそういう時代になってしまったがゆえに我々これ4年も5年もやってるんですけど、まあこれは民主的な手続きでいいと思うんですけども、そうであればね皆さんねこの明治維新以来、まあ東条英機がやったのかわからないけども、民主的な手続きの中でね新しいこの大阪の形を一から作り上げるということを、僕はやっぱり大阪府民の皆さん、堺市民の皆さんと挑戦して、ね、今のままの大阪しかいいわけない、堺市のままでいいわけがない、だったら世界と勝負ができるようなね新しい大阪っていうものを作っていこうじゃないかっていう、まあそれくらいの夢を持ってねそっちに向かって走っていかないと、歩んでいかないと、さ面白くないですもん。やっぱりねここまで来たらね、ここまで来たらやっぱり大阪都構想、
まあ、確かにね、いろんなメリット、デメリット、いろいろあるかもわからないけども、しかし、このままだったら沈んでいくんだから、それだったら挑戦していこうと、そういうことをね、この大阪府民、堺市民で、全国の皆さんにね、そういうことをね、知らしめていきたいんですよね。まあ、竹山さんはね、それやりたくないと言ってるから、もう仕方がないから、僕は4年前応援しましたけど、本当に皆さん、その時は申し訳ありませんでした、応援していただいて。でも今回はね、やっぱり新しい大阪を作っていくためにはどうしても西林さんにね、市長になってもらわなきゃ困ります。本当に皆さんお願いします。だからね、あの本当今のままでね、いい人たちがもう今竹山さんの周りにずっとみんなで集まってね、このままでいいじゃないか、そういうこのままでいいじゃないかのその一点で共産党公認自民党推薦とこういうおかしいな構図になってたんですよね、なってしまって、今日も新聞読んでたらね、まあ政策を乗り越えて一緒になった、どこかで聞いたようなセリフやなと思ったらね、それあのダブル選挙の時に平松さんも同じこと言ってたんですよ、橋本市長対平松さんの時に政策を乗り越えて自民党と共産党が一緒になる、これね、選挙っていうのは政策選択なんですからね、乗り越えちゃダメですよと僕はそう思うんですけどね、まあとにかく今のままでいいっていうのは何が一番いいのかっていうと、まずは議会の皆さんね、もうそのままでいくとね、もう獅子孫孫ずっと市会議員でいてれるやんかと、ここなんです。僕らが新しい役所にするとみんな今の身分は保証されません。まあ、大阪市の会は全員がそれを納得の上これやってますんでね、だから今の身分でいい、それはもうね、役所の中でいい思いをしてるからそういうことになってしまう。だから実際ついこの間までね、参議院の選挙やって、まあ自民党も共産党も徹底的に相手のことを攻撃してたんで、結局は自分の保身なんです。自分の保身で身分だけをなんとか守ろうというそういう集団が相手に全部ついてますからね、この身分をね、何としてでも守ろうという人にね、一度ね、民の力でね、身分身分ってそれはおかしいよというのを突きつけるっていうのが今回の選挙ですから、皆さんぜひね、ちょっと力を貸してください、お願いします。でも大事、じゃあ本当にね、あれ今竹山さんを応援してる人って4年前は竹山さんと敵対してたんじゃないですか。橋本さん州敵対して、あ、僕のは敵対してるから今はいいんだけどもね、公衆入れ替わってしまいますね、はい、だから本当にね、この共産党やっぱりね、やっぱりどう考えてもね、共産党が応援してる市長を誕生させるっていうのだけはね、まあ、どうしようから大阪ではあってならないと思うんですね。これはね、いろんな考え方があってもいいですけども、やっぱり共産党の考え方でそのまんま行ったら、もう堺市政から何からもうむちゃくちゃになってしまいます。だからこれはね、自民党と民主党と共産党が手を組んで、まあその時点でバラバラなんですけどもね、竹山さんはね、ある意味共産党から受けた市長、応援を受けた市長でもあってね、で竹山さんもそれを応援を受けてるのに堂々と言わない、どこかに後ろめたさがあるのかもわかりませんけども、でも皆さんやっぱりそこはしっかり見ていただいて、自民党と民主党と共産党が手を組んでね、それ何でもいいことないですよ。だって僕は竹山さんを応援した時に自民党民主党公明党その時にね、相乗りをしたからって言ってそこを批判したわけです。みんなで各政党はみんなね、談合したようなそんな政治はダメだよというふうに言ったら、それで竹山さんもそれで当選したので、今度は竹山さんね、4年経ったら自分が談合したんですから、本当に僕はね、申し訳ない、僕が応援したという経緯はあるんですけども、もう一度ね、堺市民の皆さんと一緒になって戦って、新しいね、この堺大阪というものを目指させてもらいたいと思っています。はい、よろしくお願いします。ここまで皆さんからご協力いただきまして、政治家が喋りでどこが悪いね、進めてまいりましたけれども、これから先はですね、マイクを司会の一木副会議員に戻しまして、皆様方からのご意見、また質問お答えさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いつまで喋るんかなと思って横で出るタイミングをちょっと考えてきまして、だいたい話聞いていただきまして、まあでもね、やっぱり時間に話質問したいなとかあると思いますんでね、今から質問をお受けしたいと思いますが、マイクをね、先ご紹介しました大会の挨拶しました三宅克也堺市会議員と、それと新たにチームに入りました
的場新一が場内、マイクを皆様方のもとに渡しまいりますので、皆様から質問を受けたいと、簡潔に、ね、質問を簡潔にね、よろしくお願いします。はい、それでは挙手でお願いします。じゃあそちらも、あ、今日は橋本市長、松井知事ね、直接会えて、みんな喜んでました。ね、で、まあ、今ね、大阪都構想について、知事と市長の掛け合い漫才みたいに聞いてますからね、もう現実に大阪というのは笑いの将来なんだ。ね、もう何も問題はないというふうに聞こえたんですけども、実際にですね、社会が、この大阪とね、編入さえ、まあ、編入ということがいいかしらね、なった場合にね、デメリットというのはないんだと。例えばですね、西林さんが堺市長に当選して、その後、行政サービスが低下しましたと。どうもすいませんと。それでは話になりませんから。だから、そういう点をですね、一つお聞きしたいと。で、やはりですね、共産党なんかはいろんなこと言ってますけども、LRT ですね。これは、なんか、初めは賛成じゃなかったかと思うんですが、なんか公明党との関係で、設置を考えているとおっしゃってますけども、あそこなんかね、堺東と堺駅というのは、佐渡川となんかやってますから、あんなのはいらんと思うんですね。そんなのに考えるんだったら、全国高速鉄道を移動する制度を通してもらって、ずっとしていこうと。はい、ありがとうございます。まあ、どういう点、まあ、一番ありはね、聞きたいのはデメリットはないかと。行政サービスはね、ここでは共産党は自分らがしかしたということを言ってますけども、まあ、そんなことはないと思いますから、その点をもう一度聞きたい。はい、よろしくお願いします。デメリットがないのね。大阪都構想をやったから行政サービスが下がるということはありません。これは都構想は役所の組み替えで、新しい世界と戦える役所を作りましょうということですから、その行政サービスとは関係ないんですね。行政サービスは、これは全然都構想とは別のですね、各それぞれの市役所や区役所の行政改革でどうなるかという話ですね。で、行政サービスの低下っていうんですけど、これはね、難しいですね。今やってることをそのまんま維持していけば、新しい行政サービスをやることができません。まあ、お金には限りがあるわけですから、新しい行政サービスをやろうと思うと、どこかしらかをやっぱりこう削っていかなきゃいけない。この判断が、まあ、区役所の区長であり、まあ、僕らが目指すところの区長がそういう判断をやる。で、今の段階では市長が判断をする。だから共産党が僕なぜダメなのかというと、何でもやれやれと言って、削ることは一切彼らは言わないわけなんです。だから、日本がそのまま共産党政権になったら破綻しますと僕は思ってるわけですね。大阪市もね、これ現役世代重視ということで、子育てとか教育に、大体年間で220億円ぐらいになるぐらいまで予算ボーンと膨らましました。給食やったり、公立の小学校、中学校にクーラーつけたり、それから塾に通う子供たちや女性やったりとかですね、いろんなことをやって予算膨らましましたけど、じゃあこれどこからお金をね、集めたかというと、それまで、例えば大阪市民は70歳を超えると、バスも地下鉄も全部タダだったんです。しかし、それは、なっこなんでもやりすぎでしょということで、議会と吸ったもんでありながら、今、1人3000円の負担を求めたりとか。そうすると、その3000円負担を求めると、行政サービスの結果だとまた共産党言うわけです。でも、そうやってお金を求めないと、子供たちへの投資はできない。だから、行政サービスの低下っていうのはね、これは優先順位の問題で、あとはだから、市長とか、皆さんがね、だから僕は区長をね、選挙で選ぶべきだと思うんです。各区役所ごとでね、地域ごとによって使いたいお金の使い道が違うわけですから、何も竹山市長に全部やらせる必要ないんですよ。だから僕は大阪市長として、いやもう大阪市長のね、そんな権限はいらない。もう僕がやるんじゃなくて、それぞれの区長にやってくれっていうことで、この大阪都構想をやろうとしてるんです。だから行政サービスが低下するっていうことは、これは大阪都構想とは関係ないし、しかし、
あの大阪都構想と関係ないと言ってもね、これからの時代お金には限りがあるので、どこかを削ってどこかにお金を移すというこの作業をね、しんどくてもやらなきゃいけないというところがあります。 LRT についてはこれはいろんな意見ありますけどもね、西前さんとしてはやっぱりこれは交通網の整備としてしっかりやっていきたいというのが西前さんの主張です。 LRT についてはいろんな意見あるんですが、富山市はこれでね、街づくり大成功を収めています。でこの LRT は東西のこの境東と境だけじゃなくて、次は南北です。で今安倍の再開発に伴って大阪市がね、あの安倍の前のところ昔の路面電車 の軌道を整備しています。で今あそこもね、路面電車 その軌道をね、芝生化して、これは鹿児島なんかがやってるんですが、綺麗にあそこ整備しようとする。 LRT っていうのは車体が低いので、これ大阪市内 の凸凹に入ってくると下底が擦れてしまうんでね、大阪市はこれ整備してます。だから縦のラインは LRT がね、阪海電車大阪のこの阿倍野から堺に入ってきます。じゃあ横のラインをどうするのか。で松井知事が今力を入れているトップ構想っていうものは、大阪のベイエリア、この湾岸部分をね、どんどんここにね、あの企業を呼び込んでこようという政策をやろうとしていますから、そうするとそことこの堺の内部をね、つないでいくっていう鉄道も必要に、あの LRT も必要になってくるんじゃないか。これいろんな意見がありますので、ぜひまたあの西林さん当選した暁にはいろんなご意見をね、いただきたいなというふうに思っています。本当に高速鉄道と御堂筋はちょっとこれはすぐにやっぱりできますよ。これ何千億円で何かがあるんでね、これやりますって言ったら嘘張ってるんだとしまう。ありがとうございます。ありがとうございます。あのたくさんの方々にご質問いただきたいと思いますので、本当に貴重なご質問のことにありがとうございます。ありがとうございます。はい、仙北高速鉄道と御堂筋を直結しなくても、松井知事がやっている今仙北高速鉄道の民営化をやれば、南海とまたそこと大阪市交通局っていうものをうまく連携させてね、この仙北高速鉄道がうまく大阪の都市部とつなぐように、これも大阪府と大阪市のこの今やってる本部の中に堺市が入ってくればこういう議論ができますんでね、竹山さんが入ってこないから、もう仙北高速鉄道のね、この連携の部分、大阪市の地下鉄の連携の話っていうのは何にも進んでないのが今の現状なんですね。それあのちょっと申し、忘れておりまして、本日はあのそちらにカメラが入っておりましてですね、ニコニコ動画というこれ生中継をインターネットでされております。ですので、あのご質問されるときに、どこそこに住んでるとかね、言ってしまうと生放送で流れてしまいます。それだけあのご了解いただきたいと思います。それでは続いてご質問どうぞ、挙手にてお願いいたします。そちら の, あの手前の席の、今日はどうも面白い講演会ありがとうございました。もう記者会がありました。何だろうか、あの維新の会にこう投票して、あの夢のある構想を実現してほしいなというふうに思いました。で一つお伺いしたいんですけども、あのもし西林さんが当選されましたら、具体的にどういった形で堺市の活性化をするのかっていうことをもう少しお伺いしたいんですけども。そうですね、この仙北ニュータウンという地域、特にまあ私はね、皆さんのご近所の中で私も住まわせていただいたりありましたので、まあ、こうなかなかですね、活性化という、まあ、のろしは以前から挙げられてますけれども、何もそこにですね、具体的な実行していくプランというのがないんですね。我々はこう今の時代を見据えて、公共住宅ももっと便利な利用にですね、5階建ての住宅もエスカレーターつけてほしいとかですね、エレベーターつけてほしいとか、それとかもっと若い方でしたら、ね、今のあの間取りはちょっと変えたり、もう少しリビングダイニング広く取ってほしい、そんな住宅できないんですかとかですね、もういろんなご意見をいただきます。それをやっぱり具体的にこれからですね、大阪府としっかりと話し合いをして、この公共住宅はほとんどが大阪府の今県域の中にあるんですけども、でも実際にあるのは堺市なんで、やっぱこの堺市でこの仙北ニュータウンの再生というものを、まずは皆さんのお住まいの住宅なんかの再生というのをきっちりと、これはもう目に見えて分かるような形で進めていきたいと思いますし、
仙北高速鉄道の問題も、これはですね、今全体の値下げは大阪府がしっかりやっていただけるということでなってますので、ただただやっぱりですね、それでもまだまだこの大阪市内に行く運賃だとか、どうしても皆さん方にとってはね、保険の負担になることがあると思いますので、そこは特に、まあ、子育て世代の皆さん方の通学手当のですね、通学定期の運賃をどうにかこう、境で、減免できるような、そんな仕組みを作っていくとかですね、境では、境ができることというのが、いくつもありますので、それをしっかりやっていきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。全国ニュータウンについてはね、今まだ、竹山市は入ってくれてないんですけどね、大阪府庁の中で、いろんなプランを今作ってきてます。でもまだこれが境のトップに入っていってもらって、これから具体化していきますけど、全国ニュータウンにはいろんな権利者、大阪府だけじゃなくて UR さんもね、権利持ってる、そういう人たち、UR とはいろいろやり取りしてます。で、これから、やっぱりニュータウンって言われる中で、やっぱり高齢者の皆さんが増えてきて、オールドタウン化してるところもある。だから、ニュータウンという名前のようにね、新しい、そういう人たちも、どんどん入りやすい、そういう街にしていく。で、高齢者の皆さんも、やっぱり医療、福祉、いろんなサービス、こういうものを、もっとちょっと充実させようというような話もある。じゃあ、それでいくと、医療券をどうするのとか、そういう規制を考えるところもある。そういう中で、今ね、その規制緩和も含めて、新たな、そういう医療を提供できるような、そういうことをやってくれるような事業者がないのかなとかね、いろんなパターンのね、今、組み合わせを今やってるところで、ここに、まあ、市長になって、西林さんが入っていただいたら、やっと一つ欠けてたパズルがもう全部はまってですね、もっと具体の案を示せるというところまではいけると思います。まあ、ニュータウンの発生化はね、本当にハードの部分といいますか、住宅のこう建て替えというのは、知事がこう旗を振ってこれやっていきます。やっぱり一番重要なのはニュータウンの再生というのは、まあ、今まで活性化活性化と言われていろいろやるんですけどもね、その近隣の都市部が発展しないとニュータウンというのは活性化しないんですよ。今なぜ堺の仙北ニュータウンがこういう状況になってしまったかというと、堺の中心部の方がやっぱり衰退してきてます。こちらが発展してきてね、ニュータウンのその近隣都市部というものが、まあ、どんどん発展してくると、この近くのベッドタウンに住んでくるその人たちがね、層もこうどんどん若い人たちが入ってくる。やっぱり今の堺の中心部をね、どうやってこう活性化させるかということなんですが、これもずっと今まで堺市役所言ってたんでしょうけども、この堺の中心部の活性化っていうのはね、もう堺中心部っていう概念ではなくて、大阪市と堺市の中心部を合わせた形でね、どうやってこの堺の町っていうものをに、堺の町にね、人を呼び込んでくるかっていう、まあ、これはもう本当に大阪市と堺市が一緒に手を組んでやらなきゃいけないですね。これ外国人観光客を、ね、呼び込んでくるにしても、今大阪城はね、もう本当にものすごい数の外国人が来るんですよ。だからそこ外国団体が大阪城の天守閣を管理してるんですが、まあもう真っ黒系のね、黒字、ものすごい儲かってるんです。それぐらいね、外国団体って大体もう赤字でしょ。もう真っ黒系ですよ、本当に。真っ黒系ってなんかまたいいですね。そんな色んな意味ないですよ。まあそれあってですね。で、そういうお客さんをね、どう堺にね、呼び込んでくるかっていう、そういう案がね、全く今ない。だからやっぱり僕は大阪城って来ればね、堺の街ですよ、これ。まあ大阪城の天守閣でいろんなチケットを売るときにね、堺に、まあ、堺の何かの、そういうものを合わせた PR をね、こうやれば、ね、それはその外国人観光客ってものが入ってくる。これから少子高齢化時代を迎えて人口は増えませんから、どうやって観光客を呼び込むの。フランスなんていうのはね、観光客だけで飯食ってるようなもんでね、それはすごいですよ。6000万人の観光客が来るから、カフェやら何やらもう山ほど街の中、溢れ返ってますよ。これはやっぱりね、外国人観光客を呼び込んでくるというのは、知事が今、10年後に650万人という方針を立ててます。で、この650万人は、今は申し訳ないけども、僕と知事の間でいろんな計画を立ててますから、今は大阪市内に全部囲い込もうと、僕は今そういう計画でね、やってますけどもね、それじゃダメなんです。やっぱり堺市も入ってきてもらって、堺のああいう市街地にね、なんでホテルがないのと。
どうも泊まる人がいないからホテルないんですよ。全部大阪市会に泊まってしまってる。それを堺に泊まってもらって、堺で飲食してもらって、堺でね、いろんな面白いものを見てもらう。そういうことをやりながら、この堺のその市街部っていうものを、都市部っていうものを活性化するとね、当然その隣接部のこのニュータウンっていうものも再生してくるわけですね。いずれにせよね、大阪市と堺市ともう手を組んでね、一緒になってね、新しい大阪を目指すということ。これしかね、僕は大阪市の、また堺市の、あの発展というものはないと僕は確信してますね。はい、続いてのご質問、ちょっと時間を読みますとかなりあの経過しておりまして、今もお手上がっている形に、あ、お二人、皆さんお二人でいいですか。あと二人ご質問で、はい、上の方が上の方がいあの今日はどうも分かりやすい説明を、ね、この説明にやっていただいて遠いとかありがとうございます。わざ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 本当にいろいろよく分かりました。一つひらめいたんですけど、ちょっと提案ですけど、大阪とって言いますよね。坂というのはあの登るのもしんどいし、下るときは一人に転がり落ちるときはあまりいい響きがないので、大と、うん、大きな都、英語で言えばグレイトキャピタル、うん、これの名前にした方がいいんですよ。それが一つの提案ですからね。でもう一つね、あの橋本さんがいつかあの港の方に、家計をするの、ああいうのを作りたいって言ってましたけど、カジノですか。カジノ、カジノ、ちょっとあれはやめてほしい。カジノが難しいですね。これやっぱり賛否両論いろいろありますね。でしょ。これね、あのご質問していただいた方ね、はい、カジノって聞いて、まあ、これ幕地ですよね、はい、昔ちょっとイメージされてるのがね、こう畳の上でこう白いなんかあのなんかあれを聞いてですね、でこの腹巻きした人がこのスモークってるっていうね、はい、松井知事がぴったり合いそうな、そういうあのもしイメージをしてたら、これはねちょっと説明聞いていただけますかね。今僕らが言ってるカジノっていうのは、これ統合型リゾート施設と言いまして、統合っていうのは何を統合かと言いますと、カジノだけじゃなくていろんな大規模な高級なショッピングモールだったりとか博物館、美術館、それからホテル、まあ、昔あのソフトバンクの携帯電話の時にスマートの皆さんが宣伝に出てましたけど、シンガポールのね、あの3つのホテルの上にプールがバッと張ってるね、ああいう施設なんですよ。で、敷地面積のうち 2% か 3% がカジノ施設なんです。で、カジノをね、確かにこれは、あの、いろんな問題ありますから、ここは今、知事と一緒に、PTA も入ってもらってですね、このカジノ依存症にならないような、その対策だったり、問題点というものをね、例えば暴力団関係のお金が流れない、その対策とかもやられている。これはしっかりやりますけども、ただ、その、カジノ施設だけがね、本当にそれが風紀を乱すのかというと、今はそういう施設ではありません。むしろ大人の社交場としてね、24時間本当にあの優雅に、まあ、遊べる、大人が本当に遊べるような場所として、これはあのカジノというものがリゾート施設になっているんです。知事はね、シンガポールに行って視察に行きました。でその時のね、あのスーツがまた上下真っ白で、上下真っ白のスーツにね、サングラスかけてね、そのまんまカジノ視察行って、これ視察に行ったんだか遊びに行ったんだかよくわかんないような状況で、視察で、あれで死ぬのって、また遊びに行ったのこれ、視察に行かれる、麻生太郎か、麻生太郎か、松井一郎か、でもね、これはちょっと誤解があるかもわからないので、しっかり、プランを説明していきます。でこれはあの大阪湾岸部に今計画がね、実際にもうカジノの方の業者の方から計画案がもう作ってもうだいぶ出来上がってますから、これしっかり皆さんに提案して、こんなものなんですけどもどうですかってことを見ていただいて、またしっかり議論させていただきたいなと。これね、あの視察行った時、僕はだからカジノで遊んでたわけじゃないですよ。カジノの裏側を視察してたから、うん、であのこれ一つだけ言うとね、あのシンガポールのカジノで一箇所ね、雇用がどのぐらい生まれるかというと6万人雇用が生まれるんです、カジノ一箇所で。
じゃあ、今仕事いろいろないよねって言われてる、そういう大阪の、ような、事業者、仕事を探してる人とかね。で、また大阪でいろんなものを作ってるけど、なかなかうまく売れないよねって言うてるところも、そういうところで、雇用、6万人の雇用が生まれれば、働くところがあるし、またそこへ取引できる会社が出てきますからね。これはすごく経済にとってのプラスっていうのはそういうところにあるというところなんです。はい。今、堺でもね、堺浜の方に工場はとかできました。じゃあそこで従業員の数がわずか増えるかというと、今の工場っていうものは、オートマティック化してですね、どんどん従業員の数がいらないような、そんな工場なんですね。しかしカジノの施設っていうのは、これはサービス業ですから、これはもう人手が必要なんです。だから、シンガポールでは6万、僕はマカオの方に行きましたけど、そこはホテルの、ね、後ろにバックヤードで7000人、一つの施設で7000人です、スタッフが。で、このやっぱり昔は高度成長時代の時には、大規模な工場がその労働の場となっていましたけども、今やっぱり大阪の中に大規模な工場というのをどんどん建てる時代ではありませんから、じゃあどういう形でその雇用を生み出していくかというと、やっぱりサービス産業を中心になってくるんですね。ですからカジノで風紀を乱さないように、青少年に影響を与えないように、そしてカジノ依存症にならないように、暴力団にお金が流れないように、ここはいろんな形でこう対策を打ちながら、世界から人が、ね、集まって楽しんでいただけるような、まあ本当にこう、まあ楽しいね、綺麗なそのリゾート施設にしていきたいと思うんですが、これはまだね、いろいろ皆さんからのご意見あるかと思いますが、しっかりそれは意見を聞きながら進めていきたいと思っています。はい。ではね、今大阪の方の取り組み、お二人からご紹介いただきましたが、国の方でももうすでに、法律が準備されています。で、この法律というのは2種類ありまして、IR 基本法と IR 推進法という2つの法律なんですが、まず基本法の方から審議していこうということで、おそらくですね、来年の年明けの通常国会に、自民、民主、公明、維新、みんな、この主要な政党が共同提案するような形で国会で審議が始まると思いますので、今いろいろ代表も言いましたけれども、そういう肝心な部分をきちっと押さえた法律を国の方で作って、それをもとに、まあ、やっていくという、今そういう現状にあるということを合わせて報告しておきたいと思います。それでは最後の方にちょっとさせていただきたいなと思いますが、ご質問どうぞよろしくお願いします。そんだけでやめていただくですね、これ最後の方、非常に当てにくいでしょう。また質問でできなかった方は、西林さんの方に、またどんどん残りの質問またね、していただければと思いますが、ちょっと残り一人だけいいですか。はい。そしたらその赤い方、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。いいご意見聞かせていただきました。で、ちょっと普通のおばちゃんとして、維新の会ということで、ちょっとお尋ねしたいんですけども、いつも、松井知事とか橋本市長とかはもう発言されて、維新の会っていうのがもうすごく伝わるんですけども、他の方々はあまり何をされてるかわからないということが非常に多くあるんですね。その普通のおばちゃんの会話の中でも出てくるんですね。それでちょっと申し訳ないんですけど、堺の市議さんの方でもものすごく恥ずかしい行動をしながらも、その地位にしがみつきたいみたいな方もおられたり、あちこちちょっとその不祥事じゃないですけども維新の会として大きく取り上げられてますので、そういう末端じゃないですけど名前も知らない方々のご指導はどういうふうにされてるんでしょうか。これは政治グループとしてですね、今大阪維新の会100名、それから国会議員団は日本維新の会としても60名を超えているような状況ですけど、カメラの前で喋る役割が僕と知事という役割なんですよ。で、これは知事と市長という立場ですから、毎日カメラの前で質問を受けます。それとやっぱり代表と幹事長という立場ですから、やっぱりそこにみんな記者が、まあ、質問してくるわけですね。だから、知事に質問すると面白い回答が返ってきますしね。僕に質問するとまた暴言とかが出てくるとか、まあ、そういうことで、まあ、2人に質問が来ますけれども、政治はですね、
各メンバーでみんなでこれは取り組んで進めていくんです。これ大阪都構想ってことを僕がボーンと言ってもこれは全く進みません。やっぱり大阪府議会議員、大阪市議会議員、まあ、しっかりそこで議論をして、その大阪都構想の設計図というものについてね、しっかりこれ府議会、市議会が、研究をして活動しています。何をするにしてもね、この議員でみんな集まって、ものを決めていこうと、こうしようということを全部これやっています。そこはね、維新の会だけじゃなくて、例えば自民党にしても民主党にしてもね、じゃあ議員一人一人の活動が全部伝わってるかというとあまり伝わってませんよね。これやっぱり議員っていうのは個々のメンバーで活動するんではなくて、政党というグループで、まあ、活動していきますから、まあ、個々のメンバーが自分でいろいろメディアに向けていろいろ発信をするというよりも、政党として活動して、で、まあ、最後その一番ね、華やかな、確かにおいしい部分というかね、そういう部分を、まあ、知事と僕が、まあ、ある意味担わさせてもらってるわけで、まあ、この僕と知事を支えてくれてるところにね、この100名、60名、まあ、200名とかね、もっと言えばその周りの人を含めれば、もっと多くの人が、まあ、しっかりと支えてくれてるという状況でしてね、まあ、なかなかその全員の活動というものは伝えきれないところもあるんですが、まあ、それはまたホームページなんかでみんな、まあ、いろんな活動報告をしてます。ただやっぱり大阪維新の会、日本維新の会、まあ、特に大阪維新の会は、この議員の活動があるから、ここまで来たんですね。まあ、全国の、いろんな各地方で、日本維新の会、いろいろ立候補者が出ましたけど、大阪だけがこれ、圧倒的に勝利を収めてますね。でもこれは僕らの力じゃなくて、結局は皆さんに支えてもらってるということなんですけども、皆さんに支えてもらうためには、このそれぞれの議員が一生懸命皆さんに対して訴えかけているというところもありまして、そういうところでご理解をいただけたらなと思っています。いや、維新の会のね、まあ、応援者として、やっぱりそういう方々もその意識をもっと正しくじゃないんですけど、やっぱ維新がいない、ね、評判で人気があったらそこに入ったんだっていうような、そういう感じの方が増えるのでは、ちょっと私たちも応援しても、人たちにこう名前を汚されるというか、そういう不安っていうのもありましたので、もう貴重なご意見で、もう今日幹事長が全員で、ね、お前らちゃんと働けないって言ってます、ね、しっかり、ね、働いている方が申し訳ない、ちゃんと言ってます。今日会場にね、維新の、この大阪のメンバーもそうですし、前の日の方はね、維新の国会議員も結構座ってまして、大阪市議会も VTR もいっぱい見てますんです。はい、皆さん、維新のメンバーの皆さん、今の会場の意見、これ必ずもうしっかり聞いて、こういう風に思われないような行動をしていきましょう。よろしくお願いします。前までご質問をお受けをしたいんですが、時間の都合もございますので、ここで一旦ディスカッションは終了させていただきまして、それでは、締めにですね、西林勝利から皆様方にご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。皆さん、今日は本当に長時間、ご清聴いただきまして、ありがとうございました。お立ちいただいたままの皆さん、本当に最後までありがとうございました。会場の中に入れなかった皆様方も本当に申し訳ございません。ありがとうございました。皆様方の本当に貴重なご意見、しっかりと今日またいただきました。今までの活動の中でも、この南区、そして堺市をもっと元気に明るい街にしてほしい。今は本当にこう曇った中で、皆さん方のスカッとした気持ちがなかなか出てこないんだ。どないかして市の会、市会社やってくれ。そういったご意見、日々々今いただいております。しっかりと皆さん方のご意見を受けながら、この堺を新しい町へと変えていく、その思いをしっかりと持ち続けて最後までやり抜きますので、どうぞ私市林へのご支援よろしくお願い申し上げます。それでは事務連絡させていただいてよろしいでしょうか。すいません、受付でお渡しをさせていただいた封筒の中ですね、ちょっと見ていただきまして、申し訳ございません、4点入っております、西林勝利氏の写真入りのプレスですね、入っております。的場真一も画面に載っております。それから、西林勝利氏、的場真一、応援してくださいということでご紹介をいただく、そういった、チラシカードを入れさせていただきますので、お知り合いの方々、皆
ご住所の名前、ご紹介をいただければという思いで出させていただいております。もう一つは、社会がですね、大阪の構想について、分かりやすく、維新のメンバーで作成をした絵本形式のものが、入っておりますので、またご了承いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。あのカード入ってます、入ってます。皆さんね、これも本当にアイデアから組織で、自民党やその民主党や共産党が組織になって、もう今フル稼働してます。で、僕らはそういう組織ありませんので、お手元にお配りしました、このカードというか、そこに推薦者ですかね、応援してくれる方の名前をこう書いてもらうことになります。5名になってます。皆さんが5名紹介していただくとね、この会場が大体1000名ぐらいですから、もう5000名の応援の力になるんです。5000名になってしまうんです、皆さんが。でも重なることもいっぱいあると思うのでね、それはまあ多いというか、でも5名紹介いただくだけでもう5000名になります。その時にね、皆さんがその5名こう声かけてもらう時に、あなたも5名また集めてねって言うとですね、これ5000名がまた5倍になって2万5000になっちゃうんですね。これね、こういう形で最後応援の輪を広げていくしかありませんので、ぜひ皆さん、お手数ですけども、西林市一生懸命頑張りますので、まずは皆さんが5名応援の方を集めていただいて、その5名にね、あなたも5名集めてねっていう声を、ね、必ずかけていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。最初、今のは5名は何作戦って言うんでしょう。何作戦で言うんでしょう。ネズミ工作戦。やっぱり南区で言うとちょっとウケないかなと思ったら控えたんですけどね、いいですかね。よろしくお願いします。これ新しい境をね、新しい大阪の境を本当に皆さんの手で作っていきましょう。一緒に僕らもね、頑張っていきますので、現状維持じゃダメですからね、新しい境、そしてね、一つの境だけじゃなくて、一つの大阪で世界で勝負していきましょう。夢を見ましょう。よろしくお願いします。本当にロビーにですね、今お座りの方がいらっしゃいます。ロビーの方々にまず、お帰りをいただいて、そして、椅子を撤去してから、ご退場という段取りで行かせていただきたいと思いますので、ロビーの皆さん本当にありがとうございました。ここで楽しまなくロビーの皆さん本当にすいませんでした。ありがとうございました。ご協力いただきたいと思いますけど、怪我のないように、お帰れるようにちゃんとやっていきますのでお願いします。それから携帯電話が4台、携帯電話、4台落とし元として届いておりますので、受付で、今一度ご確認いただきまして、受付にてお預かりをいたしておりますので、携帯電話4台。本日は誠にご参加いただきありがとうございました。